こんばんは、リンパケアサークルゆるふわのわしみです。今日は、今日もへこみケアをご紹介していきたいと思います。今日のへこみケアは鼠径部ですね。鼠径部のへこみケアをご紹介していきたいと思います。鼠径部っていうのは足ですね。足のそのリンパ節だったり、むくみだったり、あとまあ足そのものの動きだったりっていうところで重要な部分になりますので、気になる方、むくみとか、疲れとか、あと冷えもありますね。っていうか、気鋭になる方なんかは、ぜひ参考にしてみてください。それではやり方の説明をしていきます。はい、よろしいですかね。で、へこみケアの対象の場所なんですけど、先ほど言ったみたいに、鼠径部にはなるんですけど、ここが鼠径部としたら、わかりやすい位置として、例えば開脚とかをすると特に硬い人なんかはここのラインでピーンと筋がバッと張ってくると思うんですけど、その筋をこう挟むイメージです。なので筋が出てきてるその鼠径部のところの際を下と上と下か、だからちょっとお尻よりお尻の穴にちょっと近い位置のところの鼠径部の裏って言っていいんですかね、のところもへこみがあるので、そこの鼠径部とこのお尻側のところをその筋があって挟んで、そこの、へこみにポコッと刺すようにしてください。そうすると へこみの穴があるのが分かると思いますので、で詰まりのある人なんかこれするとかなり痛いと思います。でその状態で軽くふわっと力を抜いていただいて、でここから肘をこうです、回すように両方の手でくる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 と回してください。で回していただいたら、次にこの触れたままでちょっと今足を分かりやすく開いてますけど、これは無理のない範囲で広げてください。楽なこれぐらいでも全然いいですからね。でこの状態で足をこうです、内側に寄せるように力を入れて、ただかかとがついてるのでその地面の摩擦でちゃんと止まると思うので、その時点地面の摩擦で止まるぐらい弱い力で内にグーッと寄せて、脱力だらで、そのまま深呼吸で吸って吐いて、ふー吸って吐いて、ふ、吸って吐いて、ふで、またここをくる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 と回します。回したら後にまたこれをグッと内に入れて脱力だらで、そのまま深呼吸で吸って吐いて、ふ、吸って吐いて、ふ、吸って吐いて、ふで、くる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 と回してグッと寄せてだらで、深呼吸吸って吐いて、ふ、吸って吐いて、ふ、吸って吐いて、ふってしていただくと、押すと先ほどの硬さとか痛さの変化があると思います。あと開脚がしたい人なんかはこれで結構開脚の足の開きなんかも変わってくると思いますので、その要はここが詰まりですね。詰まりやこりを解消することで、こっから下です、むくみだったり冷えだったり、あと単純な循環ですよね、っていうのが良くなるので、気になる方はやってみてください。はい、今日はあと鼠径部をやったんですけど、あともう一個重要なのがお尻と股関節の部分ですね。要は裏、今のが前であれば裏の部分も重要なところになりますので、次回はその股関節、お尻の部分のへこみケアをやっていきたいと思いますので、興味のある方はぜひご覧ください。はい、いかがでしたでしょうか。こちらの動画が面白いと思ったらチャンネル登録のよろしくお願いします。はい、以上です。ありがとうございました。